おはようございます。アミティ先生です。今日はちょっとイメチェンをしに行きたいと思います。髪の毛を切りに行きたいと思います。アミティ先生ね、この前髪おでこ出してるかき分けヘアっていうんですか、これをですねもう何十年もしてるんですね。ちょっとこういうさ、私エロい感じが好きでして、セクシーな感じっていうので、前髪っていうのをですね作ったことがもうほぼなくて、幼稚園とか小学生ぐらいの時に前髪あったかな。でもほとんど記憶ないぐらいなんですね。で、今日はちょっと前髪を作りに行きたいなと思って、ちょっと Vlog 的な感じでですね撮影しようかなと思っております。ちなみに失恋とかではないですね。前バッサリ切りまして、失恋してバッサリ切った動画、よかったら見てください。今回はそういうわけではございません。ちょっととある撮影でね、自分を被写体として撮ることが決まったんですけども、それの撮影に向けてちょっとイメチェンというか、モードな感じ、クールでモードで前髪ある感じの、全然違う感じにしていきたいと思います。多分、モテは今なんです。モテんの分かってる。こういう感じが好かれるのは分かってます。だけども、ちょっと今回はこう今までと違うアミティっていうんですか、を作っていきたいなと思いますので、楽しみにしておいてください。今日はカメラ、これでいこうかなと思ってます。iPhone のもうインカメでちょっとどこまでいけるかっていうのを撮影しようかなと思ってます。一応予備でこれ、OSMO、DJI OSMO のモバイルのやつですね。これめちゃくちゃいいですよ。このちっちゃいカメラ。概要欄に載せておきますけれども、こう、自撮りもできて、あとはこう、外も撮影できて 4K でめちゃくちゃ軽くて、結構バッテリーも持つので、ちょっとこの2台でいきたいと思いますので、インカメどこまで通用するのかって、その辺もちょっと見ていただきたいなと思います。ということで、行ってきます。緊張する。はい、京都の祇園の北の方にですね、私がいつも行ってる美容室があるので行ってきたいと思います。もうね、京都はねめちゃくちゃ観光客が戻ってきまして、もうとても賑やかな感じですね。ここです。ほい、3階獅子。こんにちは。滝野さんです。よろしくお願いします。こんな感じのめちゃくちゃおしゃれな美容室。はい、今日やってくださる滝野さんです。よろしくお願いします。もういつも私の髪の毛をめちゃくちゃ綺麗にしてくださって、いつも YouTube で映えるようにしてくださいって。それだけね、それだけ言ってます。今日はもうバッスリいく。バッサリですね。もう、はい、この前髪を開けてるのをもう20年、てかほとんど1回も前髪作ったことないぐらいなんですよ。そんなぶりなんですね。そのレベル。だからなんかどういう感じになるかわからなくて、はい、ただしっかりイメチェンしたいって感じかな。そうですね。うん。どこまで来たら。まあちょっとぐらい可愛くなって全然いいけど。忙しいんじゃないですか。でも最近も。いやでもね、だいぶ落ち着いた。うん、一時よりかは。カラーリングしてる時の顔ってめっちゃブサイクに見えますね。お月村みたいな。どうしてもね、こう全部こう後ろになっちゃうみたいな。これがね、あ、こんな感じになるんや。あ、いいかもしれない。いいですよね。いいかもしれない。で、色がいいんだ。暗めにしたっていうのもちょっとあると思うんで、前髪ちょっとその浮き癖の関係とか。ちょっとこう乾かして少し上に上がるんで、あ、でもすでにいいかも。うちは3年になりましたね。3年目です。がつけばめちゃくちゃ人気店です。祇園の美容室で一番おしゃれ。内装がめちゃくちゃおしゃれで、内装めっちゃこだわったんですよね。そうですね。内装は結構めちゃくちゃ参考にさせてもらってますね。めっちゃおしゃれ。あ、そう言っていただけたら。前髪のこの脇目のちょっとつきやすいところがあるので、ここを上から下に向かって、はい。指でちょっとこすりながらあーって乾かしてあげると結構なじんでくれるんで、なんか目が大きくなる。髪触ってみてもらってもいいですか？何がいいかわからない。多分ね、前髪作って巻きすぎると可愛くなる。そうなんですよね。そう、なんかストレート目がいいかなとは思ってるかな。はい、完成でございます。どう？どう？誰？誰？あ、すごい。でもあれですね。ちょっとなんか前場面あるけど、こうクールな感じで。そうですね。さすが。素晴らしい、ありがとうございます。完璧。はい。概要欄に載せておきますので、もう本当に今流行ってるその薄めの前髪じゃなくて、ちょっとしっかりめの長めのちょっとモードによる感じでお願いします。ありがとうございます。はい。はい、ということで iPadmate kids に戻ってきました。今こんな感じになってます。ちょっとライトとかも買っていい感じになってます。はい、玄関にはクリスマスツリーがあります。もうちょっとしたらキッズのクリスマスパーティーがあります。はい、よいしょ。中は変わらずこんな感じですね。ただいま。よいしょ。よし。あ、違和感。はい。じゃあ今からちょっとボイシーを撮っていきたいと思います。よいしょ。撮影と、あとはスタッフルームになりましたね、ここは。はい、ということでボイシーやっていきましょうね。頑張るぞ、頑張るぞ、頑張るぞ。ます。はい、皆さんおはようございます。アミティ先生です。今日もボイシー撮っていきます。今日はですね、NFT のホルダーさんのオフ会でやってることっていうテーマでお話ししていきたいと思います。私 iPadmate っていう、コレクションですね。NFT コレクションを出してるんですけども、違う。はい。皆さんおはようございます。アミティ先生です。今日もボイシー撮っていきます。NFT を買った人だけがそのコミュニティに入れるっていうようなパスポート型の NFT っていうんですかね。そういう仕組みにしてます。っていうのも、昔オンラインサロンやっててですね、そこで、1000人ぐらい会員がいたんですけれども、あまりにもですね、多くなりすぎて、もうヒートアップしすぎて、一回、オンラインサロンを潰しちゃったっていう経験がありまして、まあ、インフルエンサーっていうところもあってですね、オープンにしすぎてしまうと、ものすごい、運営が大変になってしまうので、今回はその NFT り買った人だけが入れるようにしようっていうことでですね、もう発売当初からそういう運営にしております。おとといオフ会をやったんですね。それがすごく盛り上がったので、どんなことをしたのかっていうのはですね、ちょっとさっくり話していきます。